するんじゃなかったの？我が復活には秘跡が不可欠なり、秘跡を手にし、しもべを我が血肉とすひとき、我、完全なる覚醒を果たす。まだ完全じゃない？後ろにいる奴らを自分の体にするってこと？そうか、あの不思議な壁画はそのことを意味していたのね。あなたに聞きたいことがあるわ。どうして私たち人類を滅ぼそうとするの？なんじゃ愚かなり、自らの世を自ら汚し、自らの命を自ら絶たまとす。我を作りし者に比してあまりにも愚かなり、故に何時らを滅ぼさぬ。それが我が裁きなり。確かに人類は愚かかもしれない。戦争するし、地球はどんどん汚れている。でもいいところだってたくさんあるわ。少なくとも私の仲間は。我、この世を粛清せん。さすればこの惑星、愚かなる人類より救われ。何時、奇跡を我に渡すべし。そんなことはさせない。あなたを倒して、逆に封印してやるわ。奇跡よ、我が力を復活せしめよ。我がしもべを生贄として捧げる。完全なる復活は必要とせぬ。我が裁きを邪魔せし者よ、罪をあがなうがよい。お父様、フルブライト、アキラ、私を見守っていて。
you
で世界は救われたのね。ああ、お嬢ちゃんのおかげだぜ。まさしく救世主ってわけだな。ところで、これからどうするつもりだい？わからない。だったらお嬢ちゃん、いや、キャサリン、俺とビジネスをしないか？え？まあ、そのなんだ、最初に会った時は本当に子供じみてたけど、まさかこんなに真の強い女性だとはな。どうだい、俺と組めばいつでも冒険が楽しめるぜ。珍しいわね、あなたが私を褒めるなんて。でも買いかぶりすぎじゃない？いやいや、ちゃんとこの目で確かめたんだ、間違いないね。俺様の目を疑っちゃ困るな。キャサリン、トム、ここは危険だ、早く脱出しよう。ここを無事に出られたら考えてもいいわ。そうかい、いい返事を期待してるぜ。じゃあ行こうか。